では、はい、続いてですね、はい、初心者の方ですね、はい、でよく負けるのが嫌になっちゃってゴーバトルリーグやりたくないとか、うんうんうん、まあ、そういうことを言われている方は結構僕初心者の方知ってるんですよ、はいはいはい、で今カメラマンの方もですね実は初心者なんですよね。なるほど、はい、もう2回負けたら潜るのやめちゃうんです。なるほどなるほど。2回負けたって、2回負けたはまだ勝ち越してるけどね勝ち越してるけども、でもそれでも嫌なんですね、はい、そういった方に向けてなんか言えることってありますか？そうですね、僕が初心者の時にやっぱ一番意識してたのは、あの楽しむことをやっぱ一番意識してて、まあ人それぞれ楽しみ方違うと思うんですよ。例えば可愛いポケモンが使いたいであったりとか、硬くて強いポケモンを使いたいであったりとか、あとこのポケモンが好きだからこのポケモンを活躍させたいっていういろんな人がいると思ってて、そのまあ自分が楽しいと思えることをやるんですよ。これが強いとかあれが弱いとか、まあ、そういうの一旦置いといて、もう自分が組みたいパーティー、自分が使いたいポケモンを並べて、その勝ちに行くんじゃなくて、その動かすっていう、対決するってなると勝たないといけないと思うかもしれないですよ。強いポケモンを使ってこれやったら勝てるからっていうパーティー使ったら、じゃあ勝たないと面白くないじゃないですか、うん、そもそも別に勝とうと思わんでもいいんですよ。そのポケモンで活躍した、負けてもこのポケモンが活躍したからいいと、そういうので楽しむことがまず大事だと思ってて、僕最初の頃僕が好きなポケモンっていうのはゲンガーとかゴーストがすごい好きなんですよ。なので僕初心者の頃はまずゴーストをとにかく使いたかったんで、やっぱゴーストってやっぱすぐ死んじゃうじゃないですか。何でも貼らないとやっちゃいますね。もうチャーレムの冷凍パンチで瀕死なるんでやばいっすあの不思議花のハードプラント今一つやのにそれで瀕死なるんですよ。なのでそのゴーストってすごい扱いづらかったんですけど、それであのずっと潜ってたらやっぱその楽しくて、でも負けてもやっぱり楽しくて、そういうことでこうゴーストをやるために活躍させるために今ゲージ管理を覚えたりとか、まあ、それ楽しむことによってこう学んでいけるんですよ。まあ多分ゴーバトルリーグが苦手と言ってる方はまずゴーバトルリーグが嫌っていう意識があると思うんですよね、はいはいはい、その嫌なのはなんで嫌かって言ったら勝てないから嫌っていう、まあ、これ実際僕初心者の方に言われたんですけど、そうですか。はい、やっぱり勝つために潜っちゃうので、はい、私はどっちかというと好きなポケモンっていうよりもその時の人気パーティーとかを検索して、はいはい、その高い方で組んで、はい、で勝ちたいから潜るんですけど負けるじゃないですか、はい、それでもあーんっつってそれ以降やんなくなっちゃう。だからちゃんとポケモンは厳選して育成して、だけどやっぱりあの自分の力が足りなくてとか、あと自分の粘りが足りなくてとか、先ほどのお話聞いて思ったもう一つはやっぱりあの楽しめてないし勝つためにやっちゃってる、はいはいはい、それで逆に自分を追い込んじゃうみたいな。そうなんですよね、そのやっぱこういうポケモンが強いとかいろいろ情報あるじゃないですか。やっぱ確かに強いんですけど、そ強いし環境の上位のポケモンっていうのはやっぱみんな慣れちゃってるんで、出てくるのが初心者が使ってさ勝てるわけないじゃん最初。確かにやっぱ最初は腕の差が出ますからね。そう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 、なので最初はなんかやっぱ積み重ね、負けてもやることが大事だと思うんですよ。勝ちに行くっていうことを主体として動いてしまうと、勝てなかった時にあ勝てないな、私才能ないのかなって、そのマイナスの感情ばが出てくるんですよ。そもそも勝ちに行かなくていいんですよ、たらたら動かすことが大事なんですよ。とりあえずバトルリーグをじゃあ25戦でもやらなくてもいいですけど、だから15戦1日やると、で15戦別に勝っても負けてもいいと、だん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 こうやってたら身についていくんですよね。あこういう負け方したな、自分もこういう動かし方してみようとか、勝てる頻度が上がってくるんですよ。でその時に勝てる頻度が上がってきた時に、まあちょっと馬なってきたな、ちょっとまあ人気なポケモン入れてみようかなとか、まあ、最初から別に人気なポケモン使ってもいいんですけど、まあ、勝とうと思わないことですね。楽しむことをフォーカス、それが大事ですね。タイプ相性とかあるじゃないですか、うん、例えばもうパーティーで言ったらランタン、ラグラージ、ヌオーとかで組んだら、うん、草来たら終わるじゃないですか。でもその3体が好きなんやったら逆に草おらんかったら勝てるじゃないですか、うん、草がおらんかったら結構勝ちやすいで、水タイプって優秀なんで弱点も少ない3体じゃないですか。草来たら終わるけど草おらんかったら勝てるみたいな、そういうパーティーでもいいんですよ。タイプ相性がどのものとかそんなもう置いといて、とりあえず
もう自分がつけたやつ並べといたらいいんですよ最初は。なるほど、よく相性補完がとか、あの教えがちじゃないですか。そうそうそう、ついそうじゃなくて、まずは何でもいいから好きなポケモンを我々、まあ、ある程度ゴーバトルリーグ慣れてる人の感覚ではちょっとナンセンスなんじゃないって言われてるパーティーでも、ね、もうそれが好きなポケモンだったらもうそれでまずやってみると。だって僕やっぱ初心者の時にこれ来たらどうするんですかみたいな言われたら、パーティー組み方も分かんないんで、うん、そうするこれ来たらどうするんですかみたいな言われたら、えこれ組んだらあかんのかなと思いがちですけど、うん、僕そんなんもういやこれでどうするんですか、知らんけど楽しかったらええやんっていう感じだったんで、パーティーはこういう風に組まなければいけないとか、まあこういう風にやらないといけないとかそのあるっすけど、そのもう関係ないと。正直リーダーボード隊とか行くと、なんか例えばトリデプス飛行飛行っていうパーティーで、うん、まあ上位取ってる人がいるんですよ。それってガラムなく来たら終わりじゃないですか、うん、そういうなんていうかもうなんていうかその環境読みゲームみたいになっちゃってるんで、対象感とかもそんなんとかもうなんかどうでもいいんですよ。楽しかったらいいって、あんまなんかそういう風に考えすぎると楽しくないじゃないですか。なんかそのなんていうかこう理論的に言われるとなんかもうちょっと面倒くさってくるじゃないですか。確かに、特に我々みたいなそのゴーバトルリーグ詳しい人が初心者にしようとなると、うん、多分僕とかそうだと思うんですけども、やっぱ理論からいっちゃうんですよね。そうそうそう、タイプ相性とか、そうそうそう、あのパーティーはこうある程度バランス取れた方がいいよとか、なんか ABB がいいよとかそういうのやっぱ僕も言いがちだと思うんですよね、うん、でもそんなんもうあれもう関係なくね、あの適当にやったらいいんすよ僕もね最初ほんま適当にやってて、ビギナーズラックってあるじゃないですか。あたまたまハマっちゃったみたいな。例えばその僕間違えてブラッキーにゴースト投げて、でもそれがたまたま良かったっていう試合があったりしたんですよ。ほんまはマリルイ投げなあかんのにゴースト投げてそれがたまたま良かったみたいな、マリルイが刺さってたからぐらいに。なるほど、マリルイ温存したことが結果的に結果的に良かったっていう勝ち方があったんで、もうとりあえずやったらいいんですよ。やって楽しかったらいいんですよ。で、うん、立ち回りもっとこうした方がやったしたいっていうのはもう自分で見つけていったらいいんですよ。なるほど、まずは楽しんで、そうっす、まあ、やっていけばやっぱ自然と何かしら気づいていきますからね。そう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 、例えばあヌオーは草タイプに弱いんだとか最初知らなくても、うん、やられたら気づきますからね。そうっす、だまあこれ本当あくまで個人的な意見ですけど、理論が好きでその理論的に詰めていくのが得意な人は絶対理論から入った方がいいんですよ。まあ、頭がいいというか、まあ、その、うん、なんていうかこうそういうのが好きな人はね、うんうん、あ僕そのタイプ、そう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 、うん、それとは絶対理論から言った方がいいんですけど、そうじゃない人もいるじゃないですか。はい、まあ、その感覚でいく感じですね。それぞれの得意を伸ばすみたいな感じで、バトルリーグで上位行くためにはね、個性がめっちゃ大事なんですよ。強い人の中でもなんかいろんな人いるんですよね。こうメンタリスト派であったりとか、あとパーティー刺さってるパーティーを組むのが上手い人、環境読みが上手い人でリーダーボード上位に行く人がおったりとか、あと、まあ、AI のように理論的に勝っていく人がおったりとか、個性があるんですよ。その個性をそれぞれ違うじゃないですか。その人の個性を伸ばせばいいと思うんで、最初は何も考えないと適当におもろいなと思うポケモン並べてたらいいんですよ。で、次どうしたら勝てるかなっていう相談の時にちょっと理論を取り入れていけば、まあ、勝てるようになっていくんで、最初はもう適当です。じゃあ極端な話、はい、もうタイプ相性分かんなくてもいいっすか。え、大丈夫っす俺もタイプ相性分かってたから、あの技回数とか分かんなくてもいいっすか。全然大丈夫っすそんなん最初から分かるわけないじゃないですか。だって僕、技回数分かるようになったん、ほんまにもうバトルリーグ始めて1年経ったぐらいちゃうっすかね。多分ちょっとずつ覚えてったんで、ラグラージ5とかから入るんですよ。マリルリ5、6、7とかから入るんですよ。ちょっとだんだん覚えていくんですけど、徐々にでいいんですよね。そのなんか変にそっから入ろうみたいな感じするとしんどいじゃないですか。教える側の人はいや覚えた方がいいよって、そうやった方がいいよって言う気持ちも分かるんですよ。でも初心者からしたらそんなめんどくさいじゃないですか。ちょっと僕にとっても耳痛い話ですね。僕はそういうのをちゃんと言うようにしてるんで。でもそれはあの言ったら、まあ、間違ってないんですよ。正しい意見なんですけど、僕はもう初心者の時に回数覚えた方がいいよって言われて、そんな覚えなあかんねんみたいな。そのなんでゲームに必死な回数1、2、3言うて、なんでゲームにこんなアホみたいな時間かけなあかんねんみたいな感じで思ってたんです、正直。まあもっと早くやっといたらよかったなとか思ったんですけど、でも一番は嫌やなと思ってやめることが一番ダメじゃないですか。続けることが一番大事だと思ってて、そうそう、まあ、続ける工夫ってのはね大事っすね、やっぱり。なるほど、自分なりに楽しんでいくと。いわゆるやつは、そのあの YouTuber がパーティー出して、このパーティー使おう、初心者がこのパーティー使おうみたいな言った時に、うん、なんかそのちょっと上手い人が、いやそのパーティー無理やってお前には、ね、そんなんの例えば誰々さんやから勝て、ココペさんやからこのパーティーで勝てるだけで君はまだ使われへんみたいな言う人いるじゃないですか、うん、そんなんもね使わん
してあげたいんですよ。見本までですよ。それこそココペリさんが好きな人からしたら憧れの人と同じパーティーを使えるってだけでテンション上がるみたいな。そう、別に負けてもいいじゃないですか。負けてもそう、負けるってやっぱあのさ前の動画でも言いましたけど、喜ぶことなんですよね。だから別に勝ちに行くことが正解じゃないんですよね。とりあえずそのたくさん試合をすることが大事なので。じゃあ今日から私24さんマインドでやってみます。いや、まあまあまあ、ゆうすけさんの言ってことも正しいんですよ。ゆうすけさん間違って言ったこと一個も言ってないんですけど、まだいろんな人おるよねっていう話ですね。いや、そういうパーティー使ってあかんみたいな、その言ってる人はそんな言わんといてあげてほしい、ほんまに。あ、使わせたてあげてほしい。正直ゴバトゥーリーグって結構勉強の要素多いじゃないですか、ぶっちゃけ。だからやっぱ僕もそれ言いたくなっちゃう。でもそうじゃなくて、まずはお前楽しめよと、うん、何でもいいからやってみろよ、うん、ポケモン GO なんだかんだ言って楽しいぜっていうところからそうそうそう、こう入れてあげるっていうのがこう教える側としても、そうそうそう、やっぱゴーバトゥーリーグある程度慣れてる人はやっぱ聞かれると思うんですよね。どうやるのゴーバトゥーリーグみたいな、うん、そういう時にまずは何でもいいからやってみろよ、楽しめよっていうマインドで、もうタイプ会社分かんなくてもいいからやっちゃえよみたいな。そう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 、だ僕はもう人によって教え方変えますし、もう本当にあのその人がに足りないものをこう言ってあげるとかが一番そう。だって、まあ、ゆうすけさんも教える立場だと思うんですけど、その僕ら結構トライアンドエラーしましたよね。結構トライアンドエラーを得て今があるじゃないですか。ありますね。だって僕を教えた人はなんか辞めちゃったことありました。レジェンドに行きたいってずっと漠然としたことだけ言っていて、じゃあ具体的にって聞くとなんか結構はぐらかしてくるから、いや、まあそれダメなんですよ。そのなんていうか、レジェンド行きたいっていう気持ち言って、じゃあ具体的にじゃあどう、あのこれぐらいのことしないといけないよ、ちゃんとなんか目標を立ててみたいな感じで来られるとちょっとしんどいですよ、初心者は。しんどい。ちょっとその方マジでごめんなさい。いやでもそれ言ってること間違ってないんですよ。そのレジェンドに行くってのはほんま厳しいもんやぞと、そのあんまないぞと、それは分かるんですよ。それもね、言ってること分かるんですけど、でもその人は段階ってのあるんで、なのでね、ちょっとずつ教えていくというか。じゃあ僕も今度からはもうタイプ会社なんて分かんなくていいから、ユウやっちゃえなよぐらいだとか。そう。では最後に24さんからちょっとこの動画を見ている方に何か伝えたいことってありますか？そうですね、まあそのまあレジェンドを目指すっていうことはすごくいいことやと思うんですけど、まあそのレジェンドになっても別に何の得もないじゃないですか。そんなになんていうか、こうツイッターでいいねもらえるだけじゃないですか。だから変になんかレジェンド目指さんと、楽しむことが一番大事にしてほしいなっていう感じですね。レジェンド行かないと私どのゴンのみたいな人ちょっとツイッターとかで多いから、そんなんもう思わんでええと。まあ僕が言いたいのは結局その変にこうレジェンド目指さないとじゃなくて、楽しもうっていう感じですね。まあレジェンド行けなくても死ぬわけじゃないですか。そうっすよ。やっぱ生きて楽しいことやるのがね、いやそうっす、一番だし、それからやっぱ僕思うのは、誰かと比べる必要ってなくない？ない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 。だからみんな誰かと比べてるから、レジェンド行ってる人と比べてるから劣等感になるし、メンタル病むし、闇落ちするし、レジェンド行けなかったら嫌になるし、レジェンド行かなきゃって気持ちに多分なってると思うんですよね。でも別にレジェンド行けなくても誰もあなたのことをバカにしないよっていうのはちょっと、いや本当そうっすよ。レジェンド行けへんのが普通ですか、うん、まあレジェンド行ってる人って確か 1% でしたっけ。それ 1% ぐらいです、はい、それぐらいで設定してるんですよね、難易度設定を。そうそうそう。じゃあ 99% の人がダメかって言ったら、そんなことは全然ないです、ね、そうそうそう。だからツイッターでレジェンド多く見えんのって、もうツイッターのシステムなんですよ。レジェンド行った人はいいねもらいやすいわけじゃないですか。色違いの100がいっぱい出てるって思いがちですけど、あれちゃんと5000分の1なんですよね。ちゃんと5000分の1やけど、いいねもらえる人が多いから、ツイッターでこうバーンって流れてきてる、ツイッターでいっぱいおるから、その多く見えるだけで、レジェンドもだからそういうのもいいねが多いからもらえるだけで、そこでね、こう自分レジェンドじゃない、こんだけレジェンド多いのにって思ってまうのはもう思わんでいいですね。まあ SNS 飲みすぎは良くないと。で SNS もやめた方がいいっすよ。あのツイッターとかあんな一番いらん機能っすよ、ほんまに。ツイッターとかはもうその YouTuber 以外使わんでいいっすよ、ほんとに。インスタやった方がいいっす、ほんとに。はい、それでは気づけばこんな暗い時間まで、はい、熱く語ってしまいましたが、はい、どうでしたか。いやもう楽しかったですね。いやもうこちらこそね、もうすごい熱い話ばかりでね、はい、うん、もう熱い魂が僕はすごいね伝わってきたのでね。結構その似てるじゃないですか、そのなんていうかこう視聴者 を楽しませたいというか、そのなんていうか視聴者に対し視聴者がこう
少しでも幸せになってほしいという気持ちでやってるじゃないですか。そうですね。だからそこのね、こう意気込みというか、そのゆうすけさんのそういうスタイルを見て、あ、俺コラボしたいなと思って。あ、似てるんですよね結構。俺も正直やっぱ SNS とかの発信とか見て、あ、この人熱い人なんだなって思っていたので、だからお会いしたいと思っていたんですよね、はい、で、まあ大阪ゴーフェスを通して、まあ、こうしてお会いすることができて、はい、もう僕もすごい、いや本当ありがとうございます。マイメですね。まあマブダチでもいいですけど。そうですね、はい、というわけで、はい、まあ、ポケモン GO を通してね、こう新たな友情が芽生えたということで、はい、そんな24レインボージュニアさんのチャンネルですね、概要欄にじゃあネイティブだったんですよ。えオーケーオーケー、ジュニアめっちゃネイティブだった。英語の先生かな思って。あの英語そんな喋れないです。僕もね、こう見えてね、英語喋れないんですよ。喋れない。そうそうそう。24レインボージュニアチャンネルは概要欄にありますので、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。お願いします。一応ね、ゆうつけさんもね、僕のチャンネルでね、マスターリーグのコラボ、あ、そうですね、はい、この動画とは多分違う時期になるとは思うんですけども、ね、はい、バトル動画を提供していただきたいと、依頼を受けましたので、はい、僕のマスターリーグのですね、パーティーをちょっと紹介したいなと思っておりますので、そちらの動画もぜひチェックしてみてください。それではご視聴いただきましてありがとうございました。もし少しでもこの動画良かったと思ってくださったのでございましたら、まだの方はぜひチャンネル登録、それから高評価大卒お願いいたします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。視聴者の皆さんもありがとうございました。ナナンマネージャーもありがとうございました。カンテレー、カンテレもありがとうございました。カンテレー知ってます？はい。